なんだ？あの青い物体は。カエルさんだ、レモンちゃんだ。はい、どうも、カンチアの巻。うわ、それレモンちゃん作ったんですか？カエルさん？うん。おお、すごい飛ぶやん。はい、レモンちゃん7歳、奇跡の奇跡というわけで、本日は、うわ、スマホ持ってる。いつの間に買った？まだ早いぞ、スマホは。親子で成長、虹色動画見てください、YouTube で。何や、何やねん。ほんで、今日はですね、柑橘系の巻、レモンちゃん何をしてくれるんですか？今日はドラえもん来たでしょ。キャラブック？ドラえもん？うん。やったー！僕、楽しみにしてますのよ、このコーナー。レモンちゃんのコーナー、僕、ほとんど楽しみなんですよ。ドラえもん、ついに完成した？うん。ちょっとちょっと、コナンも今制作中？あのめっちゃ分厚いのですから待ってもらえ、楽しみー。そうかそうか。ランとかコナン以外のキャラクターも描いてんの？うん。うおー、だってランとコナン以外もいっぱいいるやろ。いっぱいいる、いっぱいいるよ。それだけ描いてるの寂しい。2人だけな、コナンすごい。ちょっとすごいね、今日はいい感じのテンションで。はい、さあ本日はね、ドラえもんっていうわけですね。はい、はい、はい、さあそれで、まあ表紙どうなんですか、表紙。じゃんじゃじゃーん。おお、ネズミ。うん、うわ、ネズミと、それなんだ、どこでもドア、どこでもドア。4次元ポケットにドラえもんって書いてる、うん、あ、カラフルで、いや、ちょうど虹色やんか、いいですね。そうか、ドラえもんはネズミが嫌いな、知ってる？そう。おお、あ、それでネズミにさ、うん、あの耳かじる。そうさあ、どんなのが出るかな。うん、じゃんじゃじゃーん、ドラえもん。うわ、かわいい。ウインクしてる、ウインクしてる。うん、次は、うん、ちゃんとこう映ってる、それ映ってますよ。オッケーオッケー。なこっち、タカちゃんチェックするわ。はい、あー、かわいい、かわいい、かわいい、オッケー。うん、次は、うん、ちょっと待って、いきなり絵の画力もむっちゃ上がってますやん。小学校でお絵かきとかしてるんですか？まあね、うん、今折り紙にハマってます。あ、だからあの、あ、出た、ドラえもん主役、ドラえもん。あれ、ドラえもんの主役ってのび太くん？ドラえもんどっちやろ。ドラえもんか。ドラえもんっていう名前やもん。そうやな、そうやな。そうや、そうや。じゃーん、のび太くん。のび太くん。あ、洋服の色が赤ですね。赤と青、うん、レジのテスト、いろんな服ありますもんね。ヒューガさん、何色がイメージある、のび太くん。黄色、黄色のイメージあるよな、なんか。でもジャイアンもそういえば、あ、茶色と黄色。あ、ジャイアンが茶色と黄色で、のび太くんが黄色の時もあれば、これ赤って、画像を見た時に青と赤と青だ。色のタイプあるもんな。できすぎくんは水色な感じする。最近おしゃれやね、どのアニメも。のび太くんもおしゃれ。はい、次。じゃあ、静香ちゃん。静香ちゃんは間違いなくピンクやね。あれ、静香ちゃんどこいた？静ちゃん。虫だったけど、オッケー。あー、いたいた。いや、ほんまにレモンちゃん、ええ馬だったな。むっちゃうまいぞ、静香ちゃん。これも、あの、静ちゃんっていう、漫画の方は最初、静ちゃんやったんかな。なんか、アニメの方は静香ちゃんやけど。漫画は静ちゃん？なんか最初の、なんか、しずちゃんっていう人としずかちゃんっていう人、なんか二通りいるみたいやねんけど。うん、まあ、たかちゃんはしずかちゃん派ですけど。スネオ！え、マジでうまい。ヒューガさん、見た？これ。これ、シャーペンで描いたからうまくいった。すんごいうまい。ちょっともっと、まっすぐ見せて。うわ、うんまい、スネオちゃんです。スネオかん？スネオちゃんってもう、かわいすぎて、うますぎて、もう、ちゃんになっちゃうわ、これは。次は。なんか、いけつな感じの表情ないですね。めっちゃ可愛い。ジャイアンってさ、うん、あの、名字何か知ってる？知ってます。正解は、ゴーダ・タケシ。あ、タケシやったか。あ、ゴーダ、そうや。おー、うまい。あ、その、あの何？黒いの何それ？マイク。やっぱり、ジャイアンは何が得意なんでしたっけ？リサイタルね。あのさ、ドラえもんのさ、うん、あのアニメでさ、うん、の、あの、
あのこの前の週、うん、プレミアムシートの席が、うん、のあのドラ顔じゃんけんとかクイズのやつだった。クイズで応募して当たった、うん、プレミアムシートで映画が見れるってこと。だから、うん、あのジャイアンのリサイタルが聞けんプレミアムシートだ。ジャイアンのプレミアムシート別にいらんけどな。あと前とか後ろとか、うん、抽選の応募できるらしい。ああなるほど。じゃあできすぎ、できすぎくん、うわ、そうそう、できすぎくんは水色のイメージあるあるある。うん、うん、レモンちゃんはその中でどのキャラクターが好きですか？しんちゃん、やっぱりね、とドラミちゃん。あー、やっぱ女の子、そっち人気ありますよね。だって全然女の子出てこないし、うん、ドラミちゃんが特に、ね、あんまり出てこないので、ドラミちゃんが出てくるとちょっとドラミ嬉しいですね。タイムマシンね、チューリップでめっちゃ可愛いの。あ、そうなんや。え、知らんの？いや、見たことあるんだけど、チューリップの花の柄やったかなっていうところまではね、覚えておりません。なんせもう、あのおっさんですから忘れてしまいますよ。やる気スイートオール。おお、あ、そのあのドラえもんのその何道具、秘密道具の中ではやる気スイートオール。他レモンちゃんが好きなベスト3を教えてください。うん、マシュマボックス。第3位マシュマボックス、うん、はい。第2位は、うん、4時、違う、うん、タイム、いや、4次元ポケット。それ一番ええやん。全部入ってない、4次元ポケットに。違うよ、何も入ってない。あ、何も入ってないからの4次元ポケット。でも、でもドラえもんの入ってるやつは、うん、ダメじゃないの？だ、そうそう、それはだから4次元ポケットにいっぱい、未来デパートから秘密道具入れてるでしょ。そのポケットだけが第2位な。別にポケットだけでもさ、うん、いいやん。いいけど他にも道具ある中ポケットが第2位に入ってくるんですね。だって何でも入るもんな、うん、あ、ほんまやん。中が他の世界になってる。そっか、あ、なこの環境破壊のゴミとか全部入れたらあの地球きれいになりますもんね。いろんな使い道あるよな。でもさ、うん、ゴミ箱じゃないよ。でもないけどなんか無限大に入るんでしょ、物が。うん、あ、そりゃすごいな。持つときにさ、うん、全部しまってあげる。ピューってしまっちゃうよ。引っ越し楽やね、引っ越しも。あ、すごい。そうだね。そっか、ほな4次元ポケット第2位や。第1位は、ちょっと待って、第2位がどこでもタウン、すぐに行けるやん、近く。やろ、そう、俺そうそういうのが入ってくるかなと思ったら4次元ポケットって言ったから。え、まあ、どんな、第3位がもしもボックスで第2位が、あ、もしもボックス、うまいや。もし引っ越しすることになったら、うん、したいのに、そう、ちょっとで。ああ、何も。もしも引っ越し、うん、することになったら、うん、もしも、うん、引っ越しでもしもどうすんの？もしも引っ越ししないことになったらっていうの？だから、もしも、もし、引っ越しをすることになったらっていうの。ああ、ああ、なるほど。あれって電話したら それにその通りなんねんな、確か。そうそう、あ、引っ越しがしたいってことか今。新しい欲しいボロの家。ああ、それはなかなか難しい問題を。学校の家の、ボロい家が綺麗になるのはいいな。なるほどね、それはもう、もしもボックスに頼んでください。それはもしもボックスに頼んで、はい、はい、で、まあ第3位がもしもボックスで、第2位が、第2位がそしたらどこでもドアと4次元ポケット。そうで、第1位はタイムマシーン。ちょっともうテンポが、タイムマシーン、もう言っちゃった、タイムマシーン、はい、タイムマシーン第1位で。なんかさ、あのさ、あの昔のさ、こともできるし、うん、どこもちょっとタイムテレビもあるけど、まあ、タイムマシーンと1位ということですけども、タイムマシンで未来過去どっちへ行きたいですか？未来へ行きたい。未来、どの辺の未来行きたい？ドラえもんが住んでるとことかいいの？ドラえもんが住んでるその22世紀に行きたい。そう、あー、なるほど。あ、ちょっと行ってみたいけど、行ったらなんかちょっと何でも先が分かるから予言できますよね。そうそう、えー、なんかさ、うん、ドラえもんってさ、先がさ、うん、未来にうん、いるからさ、先が分かる道具がいっぱいあるやろ。あるあるある。だから、うん、素敵な道具がいっぱいあるんです。そしたら
レモンちゃんが人ドラえもんになりますよね。だからもうだからそっから未来タイムマシンで未来に行って新しい道具いっぱい買い付けてきて、この現代で令和3年でこうやって売りさばいたらもう大金持ちやで。おお、勝者勝者、レモンちゃん勝者ね、秘密道具を売りさばく新しいビジネス始めてください。ピポポポピ、あのさドラえもん、あのさ未来連れてって、未来行きたい。そうかそうか、今までドラえもんさ見たいろいろ大長編映画も見たでしょ、何個か、うん、なんか思い出に残ってる映画とかある？のび太の新恐竜、あ、のび太の新恐竜な、恐竜あとあれや、のび太の恐竜、うん、あれ2個見たっけ、うん、何個か見たで、あのやつ何やったっけ、あのさ、うさぎの耳が入ってる、あー何やったっけあれ、宇宙のやつやな、あれ一番新しいやつやわ、あれめっちゃ面白かった、あー面白かったか、へ、あとさ、あの、うん、アニメ、あのテレビのやつやねんけどな、うん、あのスネ夫がな、うん、テレビのな、あの、うん、あの人気の、うん、あのやつに出ることになって、うん、それでな、うん、あんな出たやつがね、見えへんかってんけどな、うん、あのな、うん、あのなんかね、うん、あの逃げるとこで、うん、バーって行くだけのシーンやってよ。みんな爆笑してた。あ、エキストラの出番やったってこと か, かエキストラっていうね、そういうの、あの、うん、なんかさ、うん、みんなを助けるために、うん、ザーってどっかに乗り込むのだけをザーって走っていくだけやってんで。そっかそっかね、そしたらあれもさ、うん、4位ぐらいに入るかも。何？貸し切り。貸し切り。貸し切りのさ、貼ったら、うん、ふーって貼ったら、うん、貸し切りになる。あ、そういうのもあんねや。いろいろな。知らんの？いっぱいいっぱいあるもん、ドラえもんの道具。うん。まあそしたらまたね、今日はね、もうとにかく絵がうまかったし、あのもうそれ見たからまたドラえもんの映画が見たくなったんで。なんか次映画 DVD でも借りに行きましょうかね。コナンは、コナン楽しみにしてますよ。コナンの方がいい。コナンもうあの、うん、クレヨンしんちゃんはね、うん、卒業する。あ、クレヨンしんちゃん卒業して、今ドラえもんからコナンへのこの移り変わりの時期なんですね。いや違う、あの、うん、あのここドラえもんも好きやねんけど、うん、今はコナンがハマって、もうすぐドラえもんが収まる。わあ、もうそこまで予言してるわけか。がいらんくなって、うん、で鬼滅がまた、うん、遊郭編の映画の時にコナンが少し収まって、うん、鬼滅がグイーンっていくという。なるほど、そうかそうか、もうレモンちゃんもどんどん成長してるわけですね。だから最後はそしたらあれ見たい、うん、東京リベンジョーズ。あら、まだちょっと早いわ東京リベンジョーズ。なんでよ、ちょっとみんな見たんの。あ、ほんなら見ようかなでくんとか。そうかそうか、ほんならね、タカちゃんね、レモンちゃんの成長も嬉しいんですけども、タイムマシンで3歳ぐらいの2歳ぐらいのもっと違う可愛さのあるレモンちゃんに会いたいので、さあそれではタイムマシンに乗って、タカちゃん過去に戻りますよ。はい、はい、それでは次はコナンでお会いしましょうね。はい、また会いましょう。さようなら、バイ。夫婦喧嘩の最後は私実家帰る言うてたな。子供産んで強なったな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、に